こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日はゴム2つでできる即席アレンジやってみました。はい、はい、この季節すごい忘年会とか飲み会が増えてくるシーズンだと思うんですけども、やっぱりちょっと髪の毛だらってなってたら邪魔だなと思うことも多いと思うので、もうパパッとまとめれて、でちょっとこうおしゃれで可愛い感じのハーフアップアレンジになっておりますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、でちょっと巻いてる方が多分可愛いと思いますので、そこは頑張ってやってみてください。はい、はい、それでは動画スタート。ベイビーオイルを使います。4滴出します。髪全体につけていきます。ぱっくり分かれないように髪の毛を後ろに流します。表面の髪の毛を斜めに取り分けます。耳の高さより少し上の位置でゴムで結びます。サイドの髪の毛をここが埋まるように髪の毛を下ろします。両サイドの髪の毛をまっすぐ持ってきてゴムの上でまとめます。ゴムで結びます。結んだらゴムを少し下にずらしてくるりんぱします。ゴムを持ちながらまずトップの部分をほぐします。次にくるりんぱしたゴムの近くからほぐします。飲み会前の巻いてる髪の毛に一番おしゃれで簡単なハーフアップアレンジになっていますので、皆さんよかったら参考にしてみてください。さよなら。